はい、望月凛です。今回は元青山学院大学大学院教授である榊原正幸さんの書かれた60歳までにお金の自由を手に入れるを解説していきます。この本は一言で言うと60歳でお金の不安なくリタイアする方法を教えてくれる本だ。榊原正幸さんって確かちょっと前に凛さんが解説してくれた現役大学教授が教えるお金の増やし方の教科書を書いてる人ですよね。ああ、前の授業では株式投資で安全に資産を気づく方法について解説したな。すみません、本のタイトルは覚えているんですけど、ちょっと前の授業なので内容は忘れちゃいました。お前の脳みそはスポンジでできているのか。まあ問題ない。前回の授業では株式投資の話がメインだったが、今回の授業では60歳でリタイアするためには何歳までにどういう仕事をするべきかという具体的なキャリア形成の話がメインになる。おお、そうなんですね。でもどうして60歳でリタイアする必要があるんですか？なんか老後は年金があるから働かなくてもゆっくりと暮らせると思うんですが。甘いな。実はお前が老人になった時にもらえる年金は今の老人世代がもらっている年金の額よりもはるかに少ない。その上、年金がもらえる時期も後ろ倒しになる。だから老後は年金だけでゆっくり暮らすなんて生ぬるい考えを持ってはいけない。今のうちからキャリアと資産を形成しておかないとお前は死ぬまで社畜として働く人生を歩むことになるぞ。はぁ？死ぬまで社畜？そんなの絶対嫌ですよ。うん、だからこそ60歳でリタイアする必要があるわけだな。今回の授業を受ければそんなキャリアと資産の形成術を知ることで一生社畜の人生を避けることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、世の中の仕事は3種類しかない、だな。世の中にはたくさんの仕事がある。だが、これらの仕事を絞り込んでいくと、究極的には3種類しかないんだ。え？たった3種類？ああ、ここで言う3種類の仕事とは、好きな仕事、嫌じゃない仕事、嫌な仕事のことだな。もう少し詳しく言うと、好きな仕事とは、お金がもらえなくてもやりたい仕事、嫌じゃない仕事とは、文字通り、好きでもないけど、嫌でもない仕事だな。最後の嫌な仕事とは嫌だけど生活のために仕方なくやっている仕事だ。なるほど。俺も今の仕事は不満だらけで生活のために仕方なく続けているので嫌な仕事に分類されますね。あー、生まれ変わったらゲーム実況者になって大好きなゲームだけをしながら生きて。まあ誰しも一度は好きな仕事だけをしながら生きる人に憧れを持ったことがあるはずだ。だがお金がもらえなくてもやりたい仕事ができる人は本当に限られた人のみだ。著者の榊原さんは30年間大学教員をしていたが、大学教員という仕事は榊原さんにとって好きな仕事ではなく嫌じゃない仕事だったそうだ。そうだったのか。榊原さんみたいな優秀な人でも好きな仕事ができているとは限らないんですね。うん、つまりだ、純粋に好きな仕事だけで生きている人は本当に少なくて、大半の人は生活のために嫌な仕事をしているってことだな。次は、嫌な仕事は命の切り売りだな。ここで一つお前にとても大切なことを伝えよう。それは時間は命と同じくらい大事だということだ。時間は命と同じくらい大事か。うん、まあ命って人生の残り時間のことだからな。だからお前だって時間はできるだけ自由に使いたいと思うはずだ。ですよね。自由に時間が使えたらそれこそ幸せですよね。ああ、だが仕事選びになるとなぜかみんなこんなに大切なことを忘れてしまう。世の中甘くないからとか、生活していくためには仕方がないからみたいに様々な言い訳をしながら、多くの人は仕事選びで妥協してしまい、嫌な仕事を我慢し続けてしまうわけだな。そうやって命と同じぐらい大事な時間をしぶしぶ売り渡してお金と交換してしまっているんだ。なるほど。まさに嫌な仕事は命の切り売りをしているのと同じってわけですね。そう考えると急に今の仕事をさっさと辞めたくなってきました。そうだろう。一方で好きな仕事や嫌じゃない仕事についていれば時間は全て自分の時間になる。お金のために命と同じぐらい大事な時間を売り渡しているのではなく、嫌じゃないから自主的にやっている、そのついでにお金ももらえるという感覚で仕事をしながら生きていくことができるわけだ。もちろん好きな仕事につければそれが一番いいが、好きな仕事につける人はごく一部の限られた人だけだから、今嫌な仕事についている人は嫌じゃない仕事につくことを目標にするのがいいぞ。了解しました。
次は、人生は30歳まではぐちゃぐちゃでもいい、だな。確かお前はまだ20代だったな。はい、社会人4年目で26歳です。そうか、それならまだお前には嫌な仕事から抜け出すチャンスが残されているぞ。え、本当ですか？ああ、例えば20代なら働かずに修行期間と割り切るのも一つの選択肢だ。あえて働かずにその時間を難関資格の勉強に充てたり大学院へ進学したりするといった具合だな。30歳までに一本ビシッと筋が通るような準備をしておけばキャリアはぐちゃぐちゃでもいいんだ。でもそれってかなりリスクが高いんじゃないですか？なんか巷では就職するなら新卒が有利とか、文系は大学院に行ったら雇ってもらえないみたいな話を聞くじゃないですか。うん、確かに就職するなら日本では新卒の方が有利だ。しかし新卒ではなくなったとしても、それまでの間にきちんと教育を受けたり職業訓練を受けたりしていれば、新卒なんかよりもむしろ有利になって嫌じゃない仕事に就くことだってできるんだ。実際医師や税理士、公認会計士みたいに高度な専門職に就く人たちは20代の半ばくらいまでは学生であることも多いしな。確かに、そういえば俺の同級生で医学部に行ったやつも4浪くらいしてから大学に入学してまだ大学に残っていますね。うん、そもそも大学を卒業したら就職するというのは、よく言えば日本独特の慣習、悪く言えば洗脳だ。新卒という言葉を気にする気持ちもわかるが、新卒という言葉を気にしすぎるのもかえって毒だ。そうか、俺もともと社労士になりたかったので2年くらい仕事を休んで社労士の資格スクールに通ってみようかな。それも一つの選択肢だと思うぞ。難関資格に挑戦してみるのもいいし、ビジネススクールに通ってみるのでもいい。30歳までは手探りでも多少ぐちゃぐちゃでもいいから、しっかりと準備をして自分が生きていく道筋を固めろ。とにかく嫌な仕事をいつまでもズルズルと続けるのは絶対にやめることだな。次は30代が軌道修正の最後のチャンスだな。さて、30歳までに自分が生きていく道筋を定めることができたとしても、ビジネスの世界ではまだまだ30歳は駆け出しのひよっこだ。だから30代の10年間をかけて自分の決めた道で必要とされる知識や経験を積むことだ。なるほど、自分に磨きをかけて一人前になるのが30代なんですね。そういうことだな。また人生で何か大きなチャレンジをしたり大幅な軌道修正をするのも30代が最後のチャンスになるだろう。どうしてですか？それは30代になってくると自分以外に守るものができてしまうからだ。20代は多くの人が家もなく子供もいないため、自分以外に守るものがなく、リスクを背負って大胆なチャレンジをすることができる。だが30代になってくると、結婚をして子供ができたり家を買って住宅ローンを抱えたりして、どんどん身動きが取れなくなってしまうんだ。そうすると同じような職業間の転職など小さなチャレンジはできても、職業自体を変える、起業して独立するといった大きなチャレンジはめちゃくちゃしにくくなってくるんだ。確かに、リスクを背負ってチャレンジしてその結果失敗して住宅ローンが返せなくなってしまったら大変ですもんね。うん、だから嫌じゃない仕事に就くために大きなチャレンジが必要なら30代に済ませておくこと、特に結婚や出産、家を買うといった人生のイベントの前にチャレンジしておくことを強くおすすめするぞ。次は、老後の沙汰こそ金次第だな。日本には地獄の沙汰も金次第ということわざがある。まあ簡単に言ってしまえば世の中結局金ってことだな。いやいや、世の中お金じゃ買えないものなんていっぱいありますよ。ほら、レンタル彼女はお金で買えても本物の彼女はお金では買えないじゃないですか。まあ確かにお前の言う通りだ。健康や愛情、友情、信頼などお金で買えないものはたくさんあるし、それこそ人生を豊かにするために一番必要なものだ。だが限りなく世の中結局金に近い状況があるとすれば、それは老後だ。老後か。うん、授業の最初にも言ったが、老後は収入源も限られているし、年金はどんどん少なくなるので経済的に困ってしまう人が本当に多い。死ぬまで一生働き詰めにならないためにも、60歳までに嫌じゃない仕事について資産形成をしておくことが大切なんだ。まさに老後の沙汰こそ金次第ってわけだな。なるほどな。そこで本書では老後の資産形成のためにファイラ60という方法を提唱しているぞ。ファイラ60、最近よく聞くファイヤってやつじゃないんですか？ああ、少し違うぞ。
ファイヤは簡単に言えば、できるだけ早いうちにリタイアして資産運用だけで生活していこうぜってノリだが、ファイラ60は早くなくてもいいから60歳前後でリタイアして老後に備えようぜってノリだな。なるほど、ファイラ60はあくまで老後の生活に備えるのが目的なんですね。そういうことだ。ここからはファイラ60を実践して老後を豊かに過ごすための資産形成術を解説していくぞ。おお、よろしくお願いします。次はリタイア後の生活費はいくらか設定するだな。ファイラ60の達成のために最初にやることは、リタイア後に自分の世帯が満足する生活費が毎月何万円かを決めることだ。生活費か、難しいな。だって毎月の支出って一定じゃなくて、冠婚葬祭とか自宅の修繕費とか臨時で必要になってくるものがあるじゃないですか。毎月一定で決めろって言われてもちょっと無理がありますよ。うん、確かにその通りだ。そこで本書では一旦臨時で必要となる出費を除いて考えてみることがおすすめされているぞ。なるほど、なら俺の場合は30万くらいですかね。うん、毎月の生活費が決まったら、それを12倍した金額に臨時の費用として少なくとも30万円、多い人は150万円を年間の支出額として見込んでおくといいぞ。例えば毎月30万円は必要なら、30万円 ×12 プラス30万円で年間390万円くらいは見込んでおく必要があるし、毎月80万円くらい必要だという人は年間の支出額を80万円 ×12 プラス150万円で1110万円くらいは見込んでおく必要があるだろう。どのくらいの生活費で満足するのかによって老後に必要な生活費も全然変わってくるんですね。その通りだ。老後に必要なお金は人によって全く違う。だからこそ自分の毎月の支出を把握して自分に合った目標額を設定することが大切なんだ。次は受け取れる年金の月額を把握するだな。毎月の生活費が把握できたら、次は自分の世帯が受け取れる年金の手取り額は毎月いくらかを把握する。な、めんどくさ、計算ばっかりで疲れました。授業終了、お疲れ様でした。まあ待て、自分で計算する必要はない。めんどくさいと思っている人は今すぐ年金シミュレーターで検索してみてほしい。マジで3分もあれば自分が将来受け取れる年金の額を把握できるぞ。え、そんな便利なものがあるんですね。うん、個人的には三井住友銀行が提供している年金シミュレーターが見やすくておすすめだ。年齢や毎月何円くらい年金を払っているかなどの情報を入れるだけですぐに将来もらえる年金額を把握できるぞ。ほんとだ、めちゃくちゃ楽ですね。あ、俺の場合は月15万円くらいもらえるみたいです。というか15万円しかもらえないのかよ。まあそれが現実だな。お前は会社員だからまだマシだが、フリーランスや主婦の場合5万円くらいしかもらえないぞ。受け取れる年金の額も人によってかなり違ってくるから、受け取れる年金の月額がわからない人はとにかく一度年金シミュレーターで確認してみることだ。最後は60歳までに何円貯めればいいのかを把握するだな。ここまで来れば60歳までに何円貯めればいいのかを把握できる。さっき設定した1リタイア後の満足する生活費の年額から2世帯が受け取れる年金の年額を差し引いた額を3長期的に達成可能な運用利回りで割った額がお前が60歳までに用意しなければいけないお金だ。あれ、この3の長期的に達成可能な運用利回りって何ですか？これは60歳までに貯めた資金を投資に回して年間どれくらいの利益が出るのかを表した指標だ。まあこれを語るともう1本くらい動画ができそうだが、今回は割愛する。ざっくりと安全に運用したいなら 3%、普通に運用するなら 5%、 リスクを取ってバリバリ運用するなら 7% くらいだと考えておいてくれ。わかりました、俺は安全に運用したいので 3% で考えます。うん、では1-2÷3を計算して60歳までに用意しなければいけないお金を計算してみてくれ。ちなみに3は 3% なら 0.03、 5% なら 0.05 みたいに小数に直してから計算することだな。俺の場合1が390万円、2が180万円、3が 3% なので、390万円引く180万円割る 0.03 で7000万円という結果になりました。って7000万か、年間約200万円貯めないといけないのか。今の仕事のままじゃなかなかきついよな。まあそれに気がついただけでも大きな成果だ。まだ20代なんだから、まだまだいくらでも軌道修正はできる。月並みな言葉だが人生はたった一度きりだ。
後悔のない老後、後悔のない人生を送れるよう、これを機会に今のキャリアを見直すのもいいかもしれないぞ。まとめだな。世の中の仕事は3種類しかない。嫌な仕事は命の切り売り。人生は30歳まではぐちゃぐちゃでもいい。30代が軌道修正の最後のチャンス。老後の沙汰こそ金次第。リタイア後の生活費はいくらか設定する。受け取れる年金の月額を把握する。60歳までに何円貯めればいいのかを把握するだな。勉強になりました。それはよかった。何度も言うように資産形成よりも何よりも先にすべきことは嫌じゃない仕事に就くことだ。今やっている仕事が苦しかったり生活のために仕方なく続けている仕事だったらできるだけ早くその仕事から抜け出せるよう積極的にチャレンジしていくことだ。よし、俺も今の嫌な仕事を辞められるように社労士の資格にチャレンジしてみようと思います。いい心意気だ。お前の挑戦を応援しているぞ。今回の授業では主に60歳でリタイアするためのキャリア形成法について解説した。今回の授業を受けてもっと株式投資で資産を形成する方法を知りたいと感じたなら本書や以前授業で紹介した榊原さんの現役大学教授が教えるお金の増やし方の教科書を一読することをおすすめするぞ。それでは今回の授業は終わりだな。ありがとうございました。